よくある話、誰が一番球速かったかって言って、俺はいつも言うのがイラブ。ああ、なるほど。でもね、タツなんかは昭和からでしょ、うん、誰が、やっぱりダルビッシュのメジャー行く前の年ですかね。え、タツでも速いって思った。速かったですね、コントロールも良かったでしょ。変化球もいいから余計に。マークは、その1年目対戦、ルーキーの時に、まあ、自分もある程度ベテランで対戦した時は、まあ、向こうも緊張があったと思うんですけども、そんな速く感じなかったんですよ。でもそれからちょうど辞める、まあ、4、5年ですかね、経って交流戦で打席、仙台で立った時に最後インコースまっすぐ150キロぐらいですかね、見送り三振したんですよ。全く手が出ず、あのボールは速かったですね。まあ、こんなに変わるんだと思って、何年かしたらね、ピッチャーって。俺は、俺もうよくこの話するんだけど、あの当時はあの先発ピッチャー、あの言ってる時もあって、ほんでイラブだって言って、でその日俺朝から近くのバッティングセンター行って150キロ自分のバット持って手袋もして行って、ほんでこう軟式だけどこう、まあ、全然当たんないんだけど、なんで俺下踏んだろうって言って、そのマシンもね、でちょっと上振ってみようかなと思って、見たところよりも上振ってみようと思ったらめちゃくちゃ死んでるこれは何なんだと思って、その日に2本ヒット打ってたの、イラブから初めてセンター前まっすぐ、ほんでスコアラーに中でスコアラーやっと打てました、イラブのまっすぐって報告しに行ったら、中根打ったの2球ともスライダーだよって言われたどんな話やねん、それも上振りにいってんのにまあでもイラブどうやって打つんだと思ったかな。イラブさんはやってないですね、僕は。帰ってくるもメジャー行ってたんで。あ、イラブさんは、はい、タツとかやってんの。自分は阪神時代ですね、晩年だね、戻ってきた時、そうですね。じゃあベンちゃんは誰。僕はファルケンボーグ。ファルケンボーグ、ソフトバンク。ソフトバンク、日本シリーズの時に、そうです、ファルケンボーグが抑えてか、それでやってたんですけど、あ、そうです、当たんなかったですよ。2010か11の日本シリーズかな時に、多分ファルケンボーグか、もしくはサファテ、ソフトバンク行ってのサファテ、あのカーブとか西武行った時のサファテ全然速くなかったんですけど、ソフトバンクに行ってからやっぱちょっとランクが変わりましたね、ピッチャーの質が。基本的に僕高めの速いボールってすごい得意としてたんで、結構この辺になるぐらいまで結構振りに行っちゃってたんですけど、で当てる自信もあったんですけど、全くサファテだと当たんなかったですね。速かったです。速いよね、高め強かったですよね。ねえ、めっちゃカーブ好きです。カーブの高いとか、もうはしごに登ってきてとか言って出てたもんねその気持ちわかるわ。カーブは俺飛びついてても、高めはやっぱり基本ですよね、変化球なんかは。いやでもね、一回ベンちゃんに、高め強いから闇際はやっぱり高めの速いボールでも打てなくなってくるでしょ、一回聞いたことあるんですよ、覚えてる。はい、覚えてます。石川かどこかな、あれな。じゃあ高めでどうやって意識して打ってるのって言ったら、こう下をやっぱ高め来たらこう浮かずに、グッと逆に沈めながら打つって。違う、そうです、って言ったよね。そうです、そうです。なるほど、そういう話、現役の時に聞きたいよね。まあ、これは僕の勝手な感覚ですけどね、やっぱ手元がやっぱり浮くと、状態もね、高め、はい、状態でも浮くと、やっぱ高めって打てないんで、抑え込んでいけば、逆に、まあ、今風じゃないんですけど、やっぱヘッドがこう立ってくるんで、ヘッドが走るっていうイメージですね。いやいや、ベンジャーのバッティングの方がやっぱり理にかなってますよね、今のね。フライボール、下から上に打つっていうのは、自分はあんまり長くできるかなって心配で、力がなくなったらね。あ、そうですね、今なんかやっぱり結構今回キャンプ見に行っても、みんなこれですよね、みんなこれ。この間宮本まで言ってたもんね、子供に手をこの、例えば左バッターだったら、この甲をぶつけていくイメージと教わったりする。昔はこうですよね、こういう、シャレ言ってる場合じゃないそれをこの手のひらを、手のひらを
こうですか、うん、ピッチャーに向ける、あれそれ YouTube でなんか言ってた、言ってたこれえって思ったの。宮本あの結構いろいろ研究してるんだよね。で子供たちにもこうやって打たせるとなんか打球が違うからっていうところがあるとか。多分僕思うんですけど、こうやって入る子にこうやってやれって言ってるんじゃないですかね、うん、かぶる子にね、かぶる子に、うん、結構バッティングって矛盾してないですか、うん、あの下から出る子には上から打てって言うし、うん、上から出る子には下から打てって言ったらちょうどなんか良くなる、バランス良くなるっていうんで、うん、だからどっちも正解は正解だとは僕は思うんですけど、下から打っても上から打ってもちょうどいいところで出てます。でもあんまりなんかこんなとここうとかこうとかあんまり意識したことないよね。 ある？あんまりないんですけど、こあの少年野球に言うときに、うん、結構なんか言う、自分で言うなと思って、もっと上から向けて出てとか。上ちゃん子供には何を教えるの、その少年野球。少年野球は強く振れ、うん、強く振れ、思いっきり振れっていうが大体多いです、うん、もうくちゃくちゃでも当たったら飛ぶように打てって言います当たった時には遠くに飛ぶように打てって言います。基本的に。え、立つは子供は。自分はなんすかね、いい意味でこう反動を使ってタイミングを取って、うん、でやっぱりこうヘッドがすごく入る子が多いんで、うん、あの内川選手みたいにこう入ってもさ、例えばこう入ってくるじゃないですか、うん、あんなのはもう特別じゃないですか、うん、だからそことかやっぱあと体が開くのが多いのと、うん、そうですね、そこですね、タイミングの取り方とその辺ですかね。ちょうど内川で名前出たけど、内川のバッティング練習で、はい、ちょっとびっくりした話があって、うちどうしてのバッティングどう思ってやってんの。いや、ゲームになったらあの芯外されるんで、芯外してヒットに打つ練習してるって言って俺もうそれ聞いた時さ、もうレベルどこ行ってんのかなと思って。横浜時代ですか。横浜時代あのなん3割2割って打ってる時、うん、3割8分ぐらい打っ、ね、うん、打った時俺なんかいかに芯でバッティング練習で 打とうかって思ってたのに、芯外してヒットを打つ練習もやります。あ、そうですかやったことある。いや、ないですね。ないです。練習はしたことないですけど、芯外して打ったら折れちゃうわバットと。インコースはどうやってベンちゃん、うん、ベンちゃんの一回ね、日本シリーズで名前どこだったかな、ケンシンの、あ、はいはいはい、なんかツーシームかなんかをすっごい難しいボールをレフトポール際にね打ったんですよ、うん、多分だからさっき一番最初に言ったんですけど、どうやって打てるようになったかって時の一番スタートが、結局ここで打とうと思ったら手が曲がってないと打てないですね、うん、だからずっと要するに手を曲げる練習でバッティング練習してたんですけど、技術的に多分打ちに行きながら手が伸びないように打つのが一番難しくないですか、うん、インコース打つの難しいってなんでかって言ったら、やっぱここから手が伸びるから詰まるじゃないですか、うん、だからこう手が曲がってて回れたら多分詰まらないと思うんですけど、だから基本的にそういう練習をずっとやってたんで、伸ばすのはいつでも楽っていうことで、勝手に伸びるからね、伸び、はい、重さで勝手に伸びるじゃないですか。で縮めるのって重いんで離れていくんで、いかに離れないで打つかっていうことだと思うんで、インコースは基本的に手が伸びなければ多分打てると思います、うん、っていう感覚です。あんまりなんか難しくは考えてないんですけど、どこでも打てたもんね。インス苦手なコースがなかったという、あのなんて言うんでしょう、調子いい時はどこでも打てたんですけど、逆に調子悪くなった時にどこも打てなくなるみたいな。だからそれこそもう試合が決まってる昔なんか結構調子悪かった時にまっすぐ行くよってなってそんなことやってるマジでいやいやいや、まあどうでもいい時にあるわけですよ、うん、まっすぐ行く、調子悪くて打率がひどい時とか、うん、まっすぐまっすぐって言って時あったんですね。だけど、ど真ん中投げてもらって、まっすぐ教えてもらっても全く打てないみたいな、バットが出てこないみたいな時ありましたけどね。俺も一回教えてもらったことあるんだ。あ、昔ありましたね。みんなやるんですよね。昔、今はないですよね。もういいよ、つって、なかなか、もうまっすぐだ、まっすぐ、つって。
そうですね、お願いしますって言って東京ドームで日ハム戦ホームラン打った。あ、打ったんですか。それも多分東京ドームで俺の最長あのなんだ看板の 横ぐらいに、マジですか、飛ばすぎやぞそしたら遠慮せよ。いや、そしたらあのちょうどやっぱ調子悪い時で、うん、でそしたら後で聞いたらチェンジアップ、チェンジアップだった、まっすぐのチェンジアップ。ああ、だから多分ちょうどよかったですね、うん、ちょうどよかった、調子悪いし。あったよね、昔ね、そういうね。レンジャーでもキャッチャーやめてよかったよね。キャッチャーはやっぱ大成しないですね。キャッチャーの話聞いたことあります？入った時に胃潰瘍になったっていう話なんで今のキャンプと雰囲気違うじゃないですかね。あ、昔キャンプって昔、うん、すごいおじさんに感じたでしょ、ベテランの人は。いや、本当そうです。誰がいた上、一番上に来た。一番上は香取さんですかね。香取さんとかが一番上だったかな。東尾さん監督、東尾さん監督ですね。東尾さん監督、まだちょっと怖い時です。うん、東尾さん、東尾さん怖かったの？怖かったです。今はもう全然おじいちゃんですけどね。うん、当時はまだ元気だったんで怖かったですけどね。だけどやっぱりみんなすごい年齢上だったし、やっぱすごい怖いじゃないですか、うん、雰囲気がね。でサイン一つこうブロックサインキャッチャーで出すのも、うん、もう一歩となりますよね。お前どう触ってんだ分かんねーとか、うん、でバント処理でファーストって言うじゃないですか。どこ投げんだよみたいなことやられるわけですよファーストが取ってファーストって言ってるんですよ、うん、言ってるのにどう投げんだお前、ちゃんと指示しろなんて言われてすいませんそんな時代でしたから。もう緊張感が半端なかったです。田中さんだけでそのぐらいのよりもっと厳しい世代じゃないですか。うん、でもね、まあ同じぐらいやけど、もうちょっと早いもんね、さっき入ったから。はい、もっと18年でしょ。監督が怖かったよ、星野さん。あ、そうか、星野さん。でも党内連携とかやっぱピリピリするよね。ピリピリですよね。あのベースカバーに入るベテランの人に投げる時とかね、うんうん、そういう緊張感はすごかったし。でベンちゃん言わんかったんですけど、その香取さんの球を受けた時に1球目、いや、交代は3球目です。3球受けてやっぱり音ならんかった。ならんかったんです。かわいい3球パス、パス、3球目パスで変わらないです。香取さん、香取さん怖かった。香取さん怖かったよ。いや、やっぱ怖かったですね。まあだけど今全然ね、やっぱり年齢もいって全然普通に喋れますけど、やっぱ当時は香取さんのおかげで打者として対戦したんですよ。え、何年やったのキャッチャー。キャッチャー5年やりました。それでも5年やったんだ。5年間で100試合ぐらいやってます、キャッチャーで。松坂ともバッテリー組んだり、大輔ともバッテリー組んだりして。え、そうですよ。面影ないでしょ。全然イメージない立浪さんのあの逆転スリーランですよね、大輔は。日本シリーズの同点スリーラン。あ、同点でしたっけ。同点。あ、でもあの試合負けたって知ってた、中日。あ、そうでしたっけ。あんないい感じで追いついて追いついて負けたのよ。あ、あれ本当にあれ、まっすぐインハイじゃなかったですか。いや、ど真ん中。あ、真ん中そうそうそう、大好きだよね、あの時の大好き。やっぱ速かったですよね。そうでもあの時はまあ取りに来たボールだから、そんなに。でもどっちかというとスライダーが良かったよね。スライダーの曲がり方が、そうですね。